ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していくんだぜ。前回の失敗から再スタートとなったわけだけど、今回は史実シナリオでいくんだぜ。集結系は地獄だったからな。まさかそこまできついとは思わなかったんだぜ。ある程度の人数とある程度の兵数がないと厳しいんだろうな。もしくは呂布クラスの実力な。呂布は挑戦と二人でなんとかなったわけだからな。私たちの力ではあの状況をなんとかするのは無理だったんだぜ。というわけで、今回は3人から6人に人数を増やしてみた。さすがに3人では無理だろうということでな。増やした3人は、長子帝二宝三条、カマンの3人。出てくるのが遅い上に、短命、そこそこ戦えるで選出したんだぜ。内政要員も欲しかったけど数合わせにしかならないからな。内政要員が生きない厳しさなんだぜ。普通にやれば生きる道はあるんだけど、で、この3人だけど、生き写しであって本人ではないんだぜ。編集でいじろうとしたら史実武将の生年月日はいじれなかったから、どうしようかと悩んだ結果、3人の生き写しを作ることにしたんだぜ。元データはあるから悩む必要もないしな。きちんと本物が出てきたらお亡くなりにさせるイベントも自作済み。万全の体制で挑んでいるんだぜ。設定も言い忘れたけど寿命なし。数少ない女性武将がお亡くなりになられたら泣くに泣けないからな。結構短命な方が多いから、少しでも女性武将を多く使えるようにするための措置なんだぜ。あとは追加した方三条だけど、陣形が残念なんだよな。長打に遂行だけだから魚鱗を追加しておいた。三人で変更した点はそれだけだな。親愛とかそこあたりもないけど、まあ、いいよな。あんまりプラスになる親愛効果はないし、活かせないだろうしな。カマンと宿友はあってもよかったかもな。それはあるか。というわけで、これで今度こそ私たちの天下を目指していくんだぜ。縛り的には前回の令和と一緒。中華に男は不要だからどんどん処断してくんだぜ。諸事情により処断しない時もあるかもだけど、まあ、気にせず行く予定なんだぜ。あとはどこが伸びてくるかだな。董卓軍を潰す気はないので、董卓一強になる可能性もあるんだぜ。伸びてる孫権軍と押されてる有料軍の動向も気になる。うちとしては勢力拡大よりも内政メインで行くんだぜ。年を増やしても武将が増えないから破綻する可能性大だからな。当然ながら当分やることがない。まずは永安の治安回復からの歩兵を始めないといけないからな。そこに至るまでにどれだけかかるのか。中原では早くも盛り上がってる感じ。曹操軍は巨匠を蜂蜜軍に取られてしまっているから拡大が難しくなっているんだぜ。相変わらず武将は強いのに、の流れになりそうで。どこかに集中できればいいんだけどな。それもあるか。ここで孫権さんがお亡くなりになるイベントが、手動で起こしたんだけどな。慶州が荒れてると少し面倒だから。孫権とは仲良くできなさそうだしな。それを言うと、劉燕軍とも仲良くできなさそう。となると、劉表と手を結んでの流れになるか。このイベント次第って感じがする。孫権が死に、孫策が後を継いでどうなるかだな。蜂蜜さんのところに全員流れるとか。そうなれば慶州は安全になるが、そこあたりが不明なんだよな。優秀な海洋さんが見れる唯一のイベントかも。優秀だがこの後活躍がないからな。大将が動くといいことない典型例かな。そういう男だったからこそという感じはするな。ここで止まれれば優秀なんだけど、追いかけるからこそ尊敬なんだぜ。なんだかんだで酵素が撃ったみたいな話があったが、縁起のお話。酵素さんはとばっちりだったのか。これで孫策が後を継ぐ流れか。これでどうなるかだな。地方どころじゃないレベル。政府はできる子。倒せるだけの力がありながら孫権は撃たれたと。短期特攻したんだろうな。趙雲くらいの実力がなきゃ無理だろ。あの化け物クラスじゃないとな。一族は声を上げたけど、董卓が恐れたの。兵糧切れで逃げたのは縁起か。孫権軍の多くは蜂蜜。ということは、孫策軍はかなり弱体化するのか。それはそれで好都合。
結構な人数が蜂蜜を頼っていったし、逆に蜂蜜軍が強化された形になったな。5人だけ。これは弱体化確定だな。蜂蜜さんは32人まで伸びてる。これは蜂蜜帝の天下も見えてくるかもな。東卓軍と曹操軍、そこあたりとどう戦うかってところかな。あれ、帝府もいないの。老臣どもは皆に限ったのか。うちとしてはありがたいけど、空いた公領は劉陵軍が抑えた。劉陵軍も武将不足だから維持できるか怪しいな。北では静かに劉備軍が終わりを迎えそう。南備に行を有する炎章軍に対抗できないか。河北の劉が河北を制したらどうなるかだな。公孫さんがどこまで粘るかだな。なんとか撃退できそうなかなと思わせて、南区から長江が援軍に来た。さすがに無理か。負け確な状態じゃどうしようもない。関羽と張飛がいればなんとかなる気がするが、そこあたり考えてることはわからないからな。うるせえな。契約する余裕あるのか。滅亡第一号は劉備軍。私たちじゃなくてよかったな。前回とかはなってたからな。現在ちょっと不思議な中華地図になりつつある。刀剣軍は何があった。いい感じに伸びちゃってるし。曹操軍はまた陳留に押し込まれてるしな。河北の動き次第で中原も荒れそうな予感。うちはどうしていくべきか。動けない状態の中、ただただ内政をする日々。重要なんだけどな。ここで徳王が旗揚げ。空白地の要衝を元白湖が制圧するか。これはまた面白そうな展開で。今のところ元白湖軍は4名。ここから武将を増やせるかが生き残れるかどうかの境目になるだろうな。内政がきちんとできるくらいに揃ったらわからなくなるかも。ここで試案を重ねた結果、劉陵軍と同盟を結ぶことにした。実りのない駅州の地へ行くことになるが、劉陵軍滅ぼしても祭祀だけだから。実りがないのは同じか。劉陵軍と同盟を結ぶということは攻撃されないということなんだぜ。というわけで、密かに公領の軍を占領しに行ってる。少しでも軍が増えれば収入も母兵量も増えるしな。お金がかかるけど、内政きちんとやれば問題ないはず。よこせと言ってきそうで怖いけどな。霊夢が地道2000円を持参して劉陵軍の元へ。私ときめちゃくちゃ手に力が入ってそうな気がするな。1000円すら渡したくないとか。なんせ強欲だからな。お金ちょろまかしてないよね。さすがにないだろ。相変わらずどこかを攻めた隙を突かれてる。よく相手に迎撃できるか。劉陵軍との同盟締結。これで駅州へ進む準備ができたな。進む準備ができただけだけど、まだまだ内政しないとだからな。で、呂布さんはあっさり壊滅。あんなの強いのになぜ伸びれない。滅亡2号は交流軍かな。地道2000円で同盟延長交渉中。地味に霊夢の政治が上がっているんだぜ。交流と大使寺の2人で撃退してる。炎章軍は弱卒ばかりか。え、一騎打ちに勝った。弾量を撃破するとは大使寺もやるな。大使寺も前回はかなりお世話になったからな。罠かみたいだな。攻めるときには先に潰さないとだな。で、公領の軍を奪えたので結構稼ぎが良くなってる。地味に上領の軍もいただいたんだが、まだ劉陵軍の準備が整わないうちになんとか稼ぐ術だけは手に入れられたんだぜ。相変わらずの交換要求。関係が悪化したら霊夢に行ってもらうか。劉陵とは仲良くなってそうだし、いっぱいお布施絞り取ってこいよな。絞り取るんじゃなく盗んできそうな気がする。相変わらずの曹操軍どうなってるんだ。勝敗を攻めたいんだとは思うけど、なんかこう絡まり合ってわけがわからなくなってる気がするんだぜ。うちはまだまだ平和な日々を過ごしてる。攻められるだけの兵がまだ集まってないからな。早いところ集めないとだけど。遊具がヤバそう。炎章軍か。入り乱れてる中原を眺めつつ、曹操軍はどこかにほんと集中しろよと思う。まずは牧羊だと思うんだけどな。それをしない不思議な曹操軍。隙あるところに攻めようという動きは相変わらずだな。毎回陳留を攻められてるけど、
ちんと撃退していく。ほんと強いんだよな。守る力はめちゃくちゃある。交換要求で下がった分を上げていく。1000円だから全然痛くないしな。結構収入は伸びてきてるから。花公園が壊滅した。ここで滅亡第2号。交流ではないだろうから。遊具か。炎症軍の勢いが止まらないな。これは曹操軍には厳しい展開かな。というわけで、新しく始めたけど内政しかしてないところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。